ありがとうございます。お疲れ様です。ヨミさん、何のゲームやってるんですか？プロスピっていう、プロスピがいいですよ。攻めてるんですか？今、守ってる。守ってるんですかね。いいとこなんで。おっしゃ、ヒットヒットいいとこなんですよ。邪魔したらダメですよ。そうですよね。今回は、そのブライダルプロジェクトという会社、まあ、実際にモデルとなる会社があるんですけども、その会社の創設者で創始者の方の、まあ、役ですね。3時代の、まあ、結婚式を描く作品で、実際にその結婚式 の、まあ、その会社がこう制作してるんで、もうすごいリアルな結婚式を、まあ、再現してると。その結婚式の、まあ、取り行う会社の裏側ですね。それのなんか、まあ、模様です。最初30後半からやって、50歳ぐらいやって、でおじいちゃんもやるんですけど、昨日その撮影してたんですけど、だいぶおじいちゃんメイクしてて喋り方とかもちょっと変えてる。いや、そうなんですよ。だからちょっとこう工夫して、楽しみですね、それは。ぜひ。まあ、これ今普通の割と等身大の年代なんですけど、それでおじいちゃんメイクすると急にみんなおじいちゃんおばあちゃんって周りの方が多分みんな怪奇現象が起きます。ちょっと変な風になりますね。勝った、まだ勝ちましたよ。さよなら勝ちです。さっきの試合マジですか、うん、まだやってました。本番前には多かったおめさん、今日の意気込みは何ですか？今日ですか？今日はね、オフィスのね君を探してるオフィスの中でみんなで楽しくみたいなシーンなんですけど、ちょっとアドリブ込んでるかな。ちょっと楽しみですね。こちらが、トントンという、うん、まあ、今日お弁当なんですけども、今日お弁当、たまたま今日なんですけども、差し入れさせていただいて、でとんかつ屋さんトントンっていうんですけども、あの黒豚とんかつで、あの衣が黒いんですよ。ですごいちょっと美味しくてヘルシーなとんかつ屋さんをやっていて、その会社、そのお店からの差し入れを今日差し入れさせていただきました。いろいろ入ってますね。いろいろ出すっていうね。これ今日の主力のバッグですか？主力のバッグです。なんかトートバッグが好きなんですか？現場はなんかトートバッグが楽だなっていうのが、バッて開いてる。うん、これは何ですか？これミントで、サンタマリアノベーラっていう。ちっちゃおしゃれです。って言うと思いました。サンタマリアノベーラっていうコスメブランドなんですけど、そのコスメブランドの匂いとか、はいはい、スキンケアが好きで、それのなんかミントなんですけど、かわいい、ちょっとかわいいなって。これ食べてますよ。そんな感じなんですね。かわいい。役作りとかってどうされてるんですか？まあでも普通にやっぱ台本読んで、セリフを覚えて、まあ、どういう人かなとかいろいろ考えて、まあ、今回みたいに実際モデルがいるときは実際にそのモデルの方をね、聞いたり話したりリサーチしたりとかしたりとか、うん、でもオリジナルだったら自分で想像膨らませたり、うん、監督と話し合ったりとか。今回の方は会長さんを会わせてもらったんですよ。結構いろいろ話させていただいたんですよね、うん、本屋さんとかね、はいはい、そこはもう実際のモデルなんで、はい、会わせていただいて、なんかすごいいい感じの話してる時に。じゃあこれアメリカではこうやってなると Bless you って言うんです。日本で言わない。言わない。気持ち悪くない？あ、わかります。ね、慣れないっていうのは彼はですね、ニューヨークにいたんです。え、そうなんですか？すごい偶然なんですけど。なんでニューヨーク？僕彼とニューヨークで会ってるんです。え？どういうことですか？
ニューヨーク来る時に彼が、はい、彼が留学したんですね、で僕の友達のモデルの男性がいるんですけど、そのモデルの男の子と一緒にご飯食べた時にリュウが来て、でそれ以来の再会なんです。じゃあたまたま同じ現場になったってことですか。そういうこと。すごくないですか。ありえないでしょ。どうなってるかもう分からなかったんだけど、それを飛び越えてこの現場の初日に話しかけられてびっくりしたすごい憧れでもあったので、それで一緒の現場ってすごいですね。そうですね、今回一緒の一緒って なるっていうのが分かった時に、あ、もうぜひ参加したいですって、すぐ言いました。へ、すごい、マジでびっくりして。いや、マジでびっくりすぎますね、それは。しかもニューヨークでちょっとね、そうやって会ったっていうのってなんか繋がんないわけですよ、はいはいはい、日本に帰ってきて現場っていうと、はい、なんかそれが初めて繋がって、そのニューヨークっていうものと日本の現場が、はいはいはい、びっくりしました。そんなことありますか本当なんですよ、それ本当そうなんですよ。なんかね、形もそうなんですけど結構今とは全然違う。そうですね、こう色物のスーツっていうのが成立したっていうんですかね、今ほとんどないと思うんですよね、こういう感じって。 で、なんかやっぱり可愛いですよね、ストライプの感じ。可愛いです。で、なんかカフスとかしてる感じなんですよね。可愛いんですよ。大福いただいてます。今、ちょっと撮影の合間休憩中ということで、皆さん集中しております。その様子がこちら。皆さん真剣な表情で携帯を見ています。撮影の合間お疲れ様です。やっぱり撮影の合間は結構やっぱこう台本要求を読まれますか。そうですね、監督助手黒沢さん。いい感じ。はい、スタッフさんの今名前を今チェック女子ラタさん。もうあの1週間ぐらい経ちましたけどね。撮影は順調ですか。いや、もう順調ですね。今日はもう美味しいお弁当もいただきまして、ありがとうございます。なんであれ黒いんですか。なんか炭の最初だから開けた瞬間、よ、なんだ俺のやつ真っ黒っぽいじゃねえかよって思っちゃった。焦げてるやつ。いや、うわ、外れじゃねえかよって思って。焦げてるとんかつじゃないんですね。いや、美味しかったです。美味しかったです。ありがとうございます。平岡からですね、マジックやるんですよ。いきなりかよみたいなね。いいですよ、もちろん。え、今できます。え、なんかそのさっきトランプ準備必要ですよね。トランプさえあれば。あ、本当ですか。なんかさっきトランプあったじゃないですか。はいはい。なんかちょっとさっきポロポロやってたんですけど、はいはい、これさんに行きましょう。ぜひぜひ見たいです。ちょっとトランプもらっていきます。ありがとうございます。ヨカコファやるんで、はい、それストップを。わかりました。行きます。ストップ。わかります。これを見て覚えてください。はい。で、僕に見せないように。まあ、みんなにも。はい。これ。ですか。です。で、もう一回じゃあスキップお願いします。ストップ。ここに入れてもらって、これちょっと。シャッフルしていいですか。はい、いいですか。じゃあちょっとシャッフルします。大きい失敗しない。全然覚えてますよね。覚えてますよ。もうバッチリ数字とマークと。マークも覚えてます。ありがとうございます。シャッフルできました。ありがとうございます。これで全部使うわけじゃなくて、はい、ちょっとカードのトランプをめっちゃ滑るんだ。使うのはこのカードだけなので、これを、はい、置いてます。で、まあ、僕プロじゃないんで、ちょっとあのパッと開けることはできないです。できない、はい、できないです。なのでこっからちょっと6枚だけ引かせてください。はいはい。で、6枚以内にちょっと当てさせてください。はいはい。で、1枚目そんな、はい、はい、いや、違います。違います。ちょっとなんかトリッキーな、ね、ちょっとトリッキーな、ね、ちょっとね。で、ね、もう一回引かしてもらいます。これですか。違います。やっと4枚。はい。
違います。違います。当てます。当てます。当てます。当たんなかったらどうしましょう。当たんなかったら一回家帰ります。こっちがもう帰らないでくれ。あと3枚帰らないでください。これでいきます。これですか。違います。違いますか。なるほど。じゃああと2枚以内に当てます。はい、いきます。これで。これです。違います。なるほど。じゃあラスト1枚で。わかりました。当てます。これですね。小出さんが選んだカードはこれです。違います。違います。もしかして、はい、これじゃないですか。やってるぞ。やってるな。やってるぞこれ。やってんなこれ。ハートの銃でしょこれ。や、はい、これ。え、どういうこと。それがハートの銃です。ハートの銃。おおおお、やばやば。なんか鳥肌立った今。いや、すごい。すごい。やば。当てます。シャッ。おー、すごい。シャッ。やたら丁寧にこう並べてるなと思ったんだよね。それで6枚、そういうことか。すごい。わー、おしゃれ。ハートの銃。おしゃれ。すごいすごい。アートの銃でした。いやもう本番で芝居するように緊張しました。すごいですね。やっぱ皆さん現場にいろんな多彩な人がいますからね。